ゆっくりマリサと。ゆっくり霊夢です。霊夢は、インドと聞いて何を連想する？インド？そうね、沐浴とかヨガ、美女が多い、他は人口が多いぐらい、かな。そうだな。イメージはエスニックな極彩色に彩られた宗教色の強い国、ってとこじゃないか？そうね、そんな感じね。しかし、身分制度ゆえの婦女子に対する残虐な行為が今でも行われていると言ったらどうだ？そんな、でも、しくじり好きにはちょっとそそられる響きだわ。今回は、そんなインドで今も行われていたり、禁止はされたけど過去に行われていた、女性に対する理解不能な残虐な風習を紹介するから。皆さん、ゆっくりしていってね。でも、言われてみれば、姑や夫から顔面に煮えた油をかけられたモデルのインド人女性とか、インドではないけど、ロヒンラの難民問題とかニュースで聞いたことあるわ。少し、インドの現実を思い出してくれたみたいだな。ところで、霊夢は、カースト制度って聞いたことあるかな？聞いたことはあるけど、身分制度ってだけで詳しくは知らないわ。実はそのカースト制度の影響が、そうした問題を今も引き起こしているんだ。カースト制度って、単なる身分制度じゃないのね。でも、どうして女性蔑視の問題が起きるの？それじゃ、少しカースト制度について説明しよう。カースト制度の起源は、BC 1000年頃アーリア人が、ガンジス川流域に移住し、先住民を征服する際に、肌の色の異なった非征服民を差別したこと。その後、遊牧社会から農耕社会への変化がもたらした経済的格差。そして、彼らが信仰していたバラモン教、後のヒンドゥー教の世界観が背景と言われているな。ヒンドゥー教って、あまり馴染みないわよね？どんな宗教なの？長くなるから、簡単に説明すると、世界中でヒンドゥー教信者は11億人以上、キリスト教、イスラム教に次いで多い信者数がいる。その信者の9割以上はインド国内で、まさにインド特有の宗教だ。そんなに信者がいるんだ、それで？信仰の対象は、宇宙を創造したブラフマー、宇宙を維持するビシュヌ、破壊の神シバの三神一体を崇める多神教。そして、それぞれの神に従って日常生活を送り、奇跡、ジャニャーナヨーガ、行為、カルマヨーガ、神愛、バクティヨーガの三つの道によって、真理と自己が一体であることを認識し、輪廻から下脱を目指す宗教だ。なんか、よく耳にする単語がいっぱい出てきたけど、結局意味がわからないわ。説明している私もよくわからないな。何せ、信者自身が自由に信仰を決められる。自由な宗教で、共通の聖典も存在しないんだぜ。でも、それが、なんで女性の虐待と繋がるのかしら？その前に、ヒンドゥー教の一番の特徴がカースト制度だ。カーストは、知っての通りインドの身分制度で、上位層から順に、祭祀を司るバラモン。貴族、武士のクシャトリア、平民の売者そして最下層の霊族民シュードラに分けられ、この身分は世襲され変えられないとされている。ということは、身分が異なる者同士の結婚なんかもダメなの？そういうことなんだ。1950年にカーストの身分差別については法律で禁止されたけれども、カースト自体が禁止ではないので、慣習は残ってるんだ。そうなんだ。じゃあ、そこに女性差別の根があるわけね。ところでダウリーって聞いたことあるか？ダウリンならあるわよ。リポマルタンデー。あ、ごめんなさい。もちろん、ないわ。ダウリーって何？それは、もともとは上層階級だったバラモンの階級で行われていた慣習で、神父側が新郎側より身分が低い場合、神父側が新郎へ多額の貢ぎ物を渡すことによって花嫁となる。そこには、娘の地位を上昇させようという目的があったわけだが、その悪しき風習が、下級層まで広がったことに起因してるんだ。バラモンが祭司なら、祭司って、いわばお坊さんみたいな方たちよね。お坊さんたちが身分とか貢ぎ物とか要求する時点で理解できないんですけど、ところ変われば品変わるってところだな。当然、下級層の人たちの生活は上流層ほど恵まれてはいない。だから、インドでは女の子が生まれると、その家の経済的負担が非常に大きいから、多くの貧困家庭では、女の子を妊娠していると分かれば中絶し、生まれてきた女児はアヘンを使うか、砂やマスタードの種が入った袋を押し当てて窒息丸させるなど、信じられない行為が、今も報告されているんだぜ。どう考えてもこのヒンドゥー教の教えが、女性は男性のための道具であり財産、みたいな文化を作ったとしか思えないわね。そうだな、インドでは女性は男性に従順で、忠実で定説であることを美徳とされてるしな。だから、今、インドでの女性の人権運動が活発なのね。まあ、そういう話はさておき、このかなり理解しがたい、インドにおける女性たちが受けた残酷な風習の中でも、グロすぎるものを紹介するぜ。まず、女体上げって聞いたことあるか？え？女体上げ？女体盛りなら聞いたことあるけど、男性なら一度は経験したいあれ、よね？いやいや、文字通り油で揚げるんだぜ。そんなこと、インドで行われてるの？それは、こんなエピソードだぜ。
マーガンディアーという絶世の美女がいた。彼女の父親が、たまたま釈迦に会い、彼の説法を拝聴していた。すると、父親は釈迦に惚れ込み、自分の娘をもらってくれ、としきりに勧めた。それは、お釈迦様だし、そうなるわよね。それで？ある日、釈迦はマーガンディアーの両親の家を訪問し、両親と娘の三人に向かって、説法を始めた。我は昔、悟りを開く直前、三人の天女を見ても、彼女らと交わりたいという欲望さえ起きなかった。大小便の詰め込まれたような女が、そもそも何になるというのだ。我は、そんな女の足には触れようとも思わぬ。だ、大小便の詰め込まれたって、いくらお釈迦様でも言い過ぎじゃない？古代インドでは、天女には不浄の液体が一切ないと信じられていた。つまり、天女には鼻汁、海、汗、大小便がない。そのような清潔な天女の誘惑にも屈しなかった自分が、不浄の液体を持った人間の女に魅力を感じるはずがない。そういうことを言いたかったのだが、両親の前で大小便の詰め込まれた女と言われたマーガンディアーは当然傷つき、釈迦を憎むようになる。まあ、多分、私でもそうなると思うわ。その後、マーガンディアーは万鎖国ウダーナ王の第三王妃となる。第一王妃のサーマーバティは深く釈迦を尊敬しており、これがマーガンディアーの憎しみをかき立てた。マーガンディアーは陰謀を企て、サーマーバティの館に火を放ち、彼女を含めた侍女たち全員を焼き殺した。この知らせを聞いたウダーナ王は激怒し、マーガンディアーを捕らえ、逆さ吊りにし、油で揚げて処刑した、というエピソードだ。聞いての通り、古代インドの伝説の話だけどな。よかった、現実の話ではないのね。それにしても、お釈迦様のエピソードでこんな話が出てくるなんて、驚きだわ。あと、もし食べるために女体をあげたとか言われたら、インド人全員が食人族としか思えなくなるところだったわ。ところが、霊夢が言った通り、美女が油をかけられるという事件が今でも起こっていることを考えると、史実にないだけで、実際はどこかで行われてたってこともないこともないかもな。事実、あげることはなくても、似たような風習は今でも黙認されてる地域があるんだぜ。え、なになに？あげる以外の虐待方法が行われているってこと？そうなんだ。そしてこの風習も、もともとは神話の話だったんだけど、話の中に出てくるある行為を女性の美徳として、今も受け継がれているんだ。なんか、絶対ヤバい風習感ありありな感じね。どんな風習なの？それは、インドでは夫が亡くなるとその家父、つまり未亡人は夫を火葬する際、自身もその火の中に飛び込み殉死する、という先と言われる風習なんだ。え、どういうこと？それは、二人が、おしどり夫婦みたいにひとときも離れたくない、みたいな関係で、あなたが丸ぬなら、私もお供しますみたいな感動の話なの？インドだし、女性差別の実態も考えると、やぶさかでない気がするんですけど。霊夢、さすが察しがいいな。じゃあ、この風習の元ネタを紹介しよう。ヒンドゥー教の神の一人、シバ神にまつわる話だ。シバ神って、確か破壊神とか言われてるわね。よく知ってるな。そのシバ神を慕っていたサキという美女がいたんだ。二人は愛し合っていたが、サキの父ダクシャはシバを嫌っていたため、神々を呼んだ婿選びの場に彼を招待しなかった。まあ、破壊神とか言われる相手を選ぶ女性もどうかと思うけど、話を続けるぞ。しかし、サキは父の意に反しシバと結婚する。それでもシバを認めなかった父ダクシャは、その後、神々を招いて盛大な供養祭を催したが、そこでもシバを招待しなかった。これに抗議したサキだったが、逆にシバを馬鹿にされ、怒ったサキは、夫の名誉を回復させるため池に祭りの火の中に飛び込み、焼身自殺してしまう。これを聞いたシバは激怒し、ダクシャの首を切り、供養祭を徹底的に破壊した、というエピソードなんだけど、このサキの行動が、ヒンドゥー教を信じる人々には夫のために自分を犠牲にしたという、神聖さと捉え、サキは理想の妻像となったんだ。そうね。エピソードとしては感動ものだけど、でも、それを現実の社会に取り込むのは、ちょっと違うわよね。そうだな、霊夢の例え話のように、おしどり夫婦なら喜んでという人もいるかもしれないけど、仮に先制度に正当性があるとしても、遵守するかどうかは選択であるべきだよな。ということは、どういうこと？そうだな、結論を話す前に、インド社会を少し説明しよう。インドが身分制度と男尊女卑がひどい国だというのは、今までの話で分かってもらえたと思うけど、それだけに底辺層は貧困層が多く、女性は教育を受ける機会がないんだ。だから、女性が一人で生きていこうにも仕事がない。結果、結婚をすることでしか生き残れない。そんな負のスパイラルの中に彼女たちはいるんだぜ。そうなんだ。裕福な家庭ならともかく、学校に行けないのは、確かに致命的ね。さらに歴史的な背景や、絶対服従を求める男性の考え方などから、まだ幼い女児を、年齢の離れた男性と結婚させる児童婚の風習も残っている。
それ、聞いたことあるわ。なんでも男性30歳、女性12歳が一番適齢期だとか言ってたわ。その通り。そうなると、必然的に年齢差から夫の方が先に亡くなることが多いよな。そうなった場合、夫の財産は妻のものになるわけだが、それを面白く思わない夫側の義家族、親類にとっては妻がいなくなってくれた方が都合がいいわけなんだ。結局お金？そんな理由で殉死しろ。って申請でもなんでもないじゃない。もちろん拒否することもできるんだけど、核となった女性は、剃髪させられ、化粧も禁止、白以外の服も着てはいけないといったルールを課せられ、男性の目につかないようにさせられるんだ。それって、つまり再婚できないようにするってことね。そうだぜ。そうなると額もない未亡人に働き口などないから、結局一人では生きていけない。でも、財産がある女性はどうにかなるんじゃない？そういう女性に対し、夫の親類縁者は別の方法を考えたんだ。どこまでグロいの？で、どんな方法を考えたの？夫の親類の一人と新たに結婚させることで、その女性が財産とともに、また亡き夫の家に帰属することを狙うんだ。だから、近親婚もかなり多いんだぜ。もう、まるでハイエナね。女性の全てを奪い取ろうとするのね。これだけ女性の地位が低いなら、女児を窒息丸させたり中絶が横行するのも、ある意味財産喪失という面だけでなく、生まれたらかわいそうというのもあるのかもね。今でも本当に先という風習、というか虐待が行われているの？そうだな、イギリスがインドに進出し、東インド会社を設立した頃から、イギリス人や宣教師たちの先廃止運動が起こり禁止法の普及もあって、現在では禁止されているけど、田舎で法の目が届かないような地域では、今も稀に行われているということなんだ。インドの女性たちのためにも、早く根絶してほしいわね。ほんとだな。先についてもっと詳しく知りたい方は、別の動画で詳しく解説したものがあるので、概要欄を見てね。さて、ここまでは宗教絡みの風習だったけど、今度は、宗教とは無縁で、何それ？と思えるユニークというかえぐい話だ。今度は何？もう先の二つの話で大概なことでも驚かないわよ。よし、では、霊夢は胸が大きい女性は好きかい？え？それ、ちょっと失礼じゃない？私だって。いや、そういうつもりじゃなくて今回はその胸、つまりちぶさに税金をかけたという話なんだぜ。何それ、驚かないって言ったこと、撤回するわ、ふざけるにも程があるわよ。一体なんでちぶさに税金かけられなきゃならないの？これは、インドの一部地域の最下層カーストの女性に課せられたムラカラムという税金なんだけど。なんか、名前からして怪しいわね。ムラムラと聞こえるのは私だけかしら？普通、誰でも服を着て公衆に出るから、女性なら当然胸を覆ってるよな。そうね。女性が胸を出して歩いてたら、男性は嬉しいでしょうけど、逆に捕まっちゃうわ。その胸を覆いたければ税金を払いなさい。っていうわけのわからない制度だったんだ。しかも、胸の大きさによっても税率が変わったと言われている。むちゃくちゃね、大体、女性の美徳が定説で言っておいて、人前で裸で歩けっていうの？それに、大きさなんて実際に見たり触ったりしないとわからないでしょ？だから女性は、思春期になって胸が大きくなり出すと税務署に行って、じっくり見定められて、税額が決められてたんだよ。何それ？結局役人がおっぱい見たいだけでしょ？で、結局なんでこんな税がかけられたの？それが、実は詳しいことはわかってないんだ。一説にはイギリス植民地化だったので、その地域がイギリスの税の要求に対応できず、このちぶさ税を行ったとも言われているな。このちぶさ税って、今も課せられてるの？いや、さすがに廃止されているんだけど、その廃止に至る逸話がすごいんだぜ。やっと気持ちよく終える話になりそうね。で、どんなことがあったの？今から約200年前、税を払えずに、このちぶさ税に憤ったナンゲリという美女が、州税理たちの目の前で、自身の胸をあらわにし、両方のちぶさを切り落とし、そのちぶさを州税理に差し出したというんだ。本当に、すごい肝っ玉の女性だったのね。男性もちぶさがなくなっては楽しみがないでしょうし、男性の思いがどうかは別にして、彼女はこの傷が原因で命を落としてしまうが、この事件がきっかけとなりちぶさ税は廃止されたんだ。いや、当たり前でしょ。というか、そんな変な税あったらたまらないわよね。そう言うけど、世の中には例えばローマ帝国ではトイレ税とか、中世イギリスやロシアではヒゲ税なんてのもあったんだぜ。そうなんだ。日本でも独身税とか一時期噂されてたわね。時代時代でやむを得ない事情みたいなものがあったのも事実だろうけどな。でも、どうせ貸すなら平等にしてほしいわね。さて、今回はインドの狂ってるんじゃないかと思えるような女性差別から来る残虐な風習を紹介してきたけど、いかがだったかな？はっきり言って、女性差別の度合いがひどすぎるわ。マリサも同感だぜ。でも、虐げられてるインドの女性たちには、幸せとは無縁に生き続けてることと、
従順なヒンドゥー教徒であるために、虐待を受けても、それは前世の自分が悪いと考え、訴えたり反抗せず、一心に背負う人たちも少なくないのも事実なんだ。なんか、あまりにけなげで泣けてくるわ。なんとか彼女たちの目を覚まさせて、自身の幸せをつかめるように、国も法もひっくるめて改善していってほしいわね。それも同感だな。ということで、今回の動画はこれまでだ。よかったらチャンネル登録や高評価、スーパーサンクスでの応援をしていただけると、動画制作の励みになるので、よろしくお願いするぜ。それでは、ご視聴ありがとうございました。